35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編に、オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいています。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話を進めています。11月12月はオートキャドに対してお話をしています。こんなご質問いただきました。絶対パスで参照されているファイルデータが表示されないとあります。この絶対パスですね、ご本人のパスを設定された方のパソコンでは多分見えるはずなんですね。でもそれ以外の方には見えませんので、パスの種類は必ず相対パスでお願いしたいかと思っています。相対パスか絶対パスかの変え方についても以前ですね、動画でお話をさせていただいてますので、よろしければ動画検索ですねしていただいて確認いただければと思っております。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。